大地ステイフリーさんから。お、はい。これ、あ、こう来たかって質問です。お、ちょっと難しいと思うよ。何でしょうか。パスポート盗まれないために対策することはありますか？来年のバルセロナテスト行くつもりなので経験された太郎さんのアドバイスを参考にしたいです。すいません、太郎さん盗まれたんで盗まれた人にはアドバイス聞いてもダメだと思います。そうだね、盗まれるアドバイスになっちゃうからね。対策できてないから盗まれてます。だからまず太郎さんがやったことはまず、自分のそばにバッグを置いておかない。で、目を離す、目を離す。ホテルの、ロビーでたくさんの人がいた中でそんなとこでまさか盗むやつがいるとは1ミリも思っていない。もう好きだらけで、盗まれたことに、気づくのに1時間ぐらいかかってますんで、しかも盗まれ明らかに盗まれてるのに、いや盗まれてないはずっていう、どこかその望みをかける、あそこにあるかもとか、部屋にまだ部屋に置いてあるかもとかって、裏で言ってる間にも犯人は遠く行っちゃってる、遠く行っちゃってるっていうね、だいぶ疲れてる。だから盗まれた時のアドバイスはあの動画にもなってますんで、盗まれた後日本に帰るまでの方法はね、太郎さんに聞くとしたらそっちですよね。パスポート再発行する方法の方ですよ。聞く相手間違えましたね。再発行に関してはね、まあ、動画見ていただければいいんですけど、まあ、旅行される先々の日本領事館の場所だけは、あとあのコピーとかね、住民票とかも、そうそう、あのそうだから盗まれる前提、そうそう、盗まれる、そうだから盗まれる前提の対策になりますけど、まず、パスポートはしゃべっといてください。ただ携帯盗まれる可能性もあるので、パスポートのコピーをスーツケースに入れたんですね、パスポートのコピーを、写メ以外の方法で、アナログで、だからスーツケースと何か所かに持ってた方がいいかもね。本当に心配だったら確かにカバンごとゴス、ね、太郎さんみたいにサコシごと行かれちゃうと、ね、全部なくなっちゃうんで、だからパスポートのコピーと、住民票、これ入れといてください。これ再発行の時に必要なので原本住民票とパスポートも、そのワンタイムパスポートとガチのパスポートの再発行と 2種類あるんで、ワンタイムはすぐ出ますけど、ガチのやつはちょっと 2,3 日かかるんで、ガチのパスポートを再発行してほしい人は、本籍の記載が必要なのでそこ注意してください。ただの住民票ではダメです。本籍記載っていうのが必要になってきますんで、全部事項なんです、ね、そうそうそう、全部事項のやつを、これはコピーダメですよ、持っておいて原本を、カバンの中に中に、入れといてください。で、まあ、写真は多分現地で撮れば、まあ、まあいいと思って、まあでもパスポート盗まれて心折れた状態で行くの嫌ですよね。そう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 、そう、そう、もう写真持っとけば別に。ああ、そうだね、ちゃんとね。そう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 、携帯があればね、タロさんの場合は iPhone が残ってたんで、まあいろいろ検索とかできたけど確かに、ね、そう、当時タロさん通話用の携帯と iPhone と別、 iPhone は完全にデータ用として持ってたんで、通話用は取られたんだけど、 iPhone はだけは腹に腹立つ持ってたんで大丈夫だったけど、その最悪の時代を考えた時にはやっぱり領事館の場所とか、あとはクレジットカード、多少の現金とクレジットカードは別で、別で持っとかないと、別で持っといた方がいいですね。そう、本当に一人ぼっちだったらね、お金なくなった時点で領事館にすら行けない可能性あるし、そう、行けなくなっちゃうんで、帰りの飛行機も買わなきゃいけないし、そうで、領事館に行くときに必要なのが警察署での被害届が必要になってるので、ここが厄介です。タラさんの場合スペインで盗まれたので、ヒゲおじに連れてってもらって警察署には行けたんだけど、お互い英語が喋れない、スペインの方って英語喋れない方がやっぱ多いんで英語話せないスペイン人と英語話せない日本人だから、えらい時間かかった。 4時間ぐらいかかったいわゆる Google 翻訳にお互いの言語で入れながら、ちょっと会話をして調書を作ってもらう。でその調書がないと領事館に行った時にちょっとまた手続きが厄介になるので、まあまあちょっと以上のものをま用意しておけば、まあまあ盗まれた時にはまあなんとか、まあ、多分盗まれないようにする方法を聞きたかったと思うんで盗まれ、もう体にもう縛りつけておくしかないよね。だからまあでも一回盗まれてから、
例えば今年の2月のバルセロナの時は街中に泊まって危ない危ないって言われながらも、うん、まあ、盗まれてないですし、うんね、なんだったら去年泊まったあのマタロよりも全然危なかったわけですから、うん、ジローナでしたっけ、ジローナで、あ、場所的にはね、街中とか全然危ない状況だったのに、うん、やっぱり緊張感を持ってたから盗まれなかったわけですよ、うん、あ、そうだね、常に背後から狙われると思って歩いてたからね何気にあの動画、街歩いてる動画の時も常に背後視界に入っていない、だから足音とかものすごい気にしながら、うん、急に早歩きで来てる人はいないかとか、うん、信号で止まる時は必ず後ろを確認してたりとかしてたんで、まあ、海外に行くとそれ当たり前ですやんないことですだけどこうね、こう日本の感じで行っちゃうとダメですやれます、ね、で浮かれちゃうし、ね、一人じゃないし、やっぱり詳しい人が一緒にいると余計に安心しちゃうじゃん。だって僕らが見ても、うん、あの人日本人だなってすぐ分かりますもん、ね、うん、遠巻きに見ても、うん、それは自分が泥棒だったら狙うよねって、今は分かるよもう、うん、ちょ危ないよ、そう、ちょ油断してるよって分かるけど、だ一番いいのは一回盗まれてみたり経験に勝ることはないからね、まあ、だからサコッシュに全部入れるは絶対やめた方がいいですあと首から下げるも絶対やめた方がいいです、そこに入ってるよって言ってるのと一緒ですから。だけどほら、その日本の中にいていろいろこう調べると、ね、結局ほら初め話すウエストポーチに全部入れましょうとか、なんか逆になんかこの取られた時に全てを失うようなことが防犯みたいな感じになってるよね。だからなんかみんなこうやっぱりサコッシュだったりポーチだったりただ結局やられるとこやられちゃうからね、まあ、それこそパスポートとね最低限のお金さえあれば帰れますから、ね、帰れるからね。でパスポートは本当原本持ち歩かなくていい国だったらホテルの部屋置いとくのが一番だと思うんですけどね。あ、金庫にね、うん、ね、セーフティーボックスは絶対あるわけだから、うん、中国とかみたいに原本持ってなかったら逮捕されるっていう国は絶対持ち歩いてくださいね。ああ、そうだね、中国逮捕されちゃうね、うん、そういうところ以外はコピーとか、まあ、それこそ写メがあれば十分なん で、うん、でチェックアウトするときに忘れないよね、そのセーフティーボックスに、ね、原本入れたままだったら空港であれってなっちゃうからね、盗まれた、いやいや違うホテルだみたいなね、まあ、我々ほら仕事の現場にこう行っちゃうから、また観光の人は、まあまあね、朝から晩まで常に外歩くからやっぱり気をつけないと、うん、まあ、観光地に行くと余計そういう人も多いですし、ね、いるし、で当然その、ね、お財布やら何やらってあるからどうしても何かこうひとまとめに入れた方が安心するっていうその普段のね、まあ、外国だったらもう普段からね皆さんいつ何時何があるか分かんないからやってるんだろうけど、こんなところでするわけねえだろっていうところで絶対やられる。まあ普通に皆さんその安全性にねぬるま湯に使ってると思いますよ。街中でもなんかねカバン普通にバーン開いた状態で歩いてる人が結構いますもんね。ヨーロッパでそんなんやったらもうごっそり行かれるでしょっていう。そうそう、だからほら例えば現地でねレンタカー借りられる人なんかもいると思うんですけど、トランクに荷物を入れてる時にはスーパーマーケットが行った時も開けるなんてね。そんなの当たり前中の当たり前ですからね。でもその当たり前はその我々日本の中で暮らしてると当たり前じゃない、まあ、普通に後部座席に荷物を置いたまま行っちゃったりしますよね。そう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 、だって財布置いて場所取りしてスタバでコーヒー買いに行く人もいるぐらいだからね、極端な話秒でなくなりますよありがとうってやつだよね。そうそう、だからその荷物なんかも、うん、だからでさっきとからじゃスーパー行こうって言ったら荷物移動するもんね、トランク開けなくていいように、トランクの開け閉め見られるとあそこに何かがあるってこうね見てる人がいるからね、スーパーの手前で荷物移動したりしてスーパー行ったりするもんね。そうだからもう全ての常識が通用しないって、すいません、日本以外の国では全部常識ですそれが常識じゃないの、ああ日本だけ、そう日本だけ、そうそうそう、だから日本の常識は世界の非常識世界の常識は日本の非常識で、分かってくれるだろう、いいえ1ミリも分かってくれませんで、思いは伝わるだろう、いいえ思いは1ミリも伝わりませんもうドライですからね、もう白か黒ですからね、うん、もう群を抜いてやっぱり日本人の佇まいは、うん、もう明らかに分かりますからそうだね、だからもう本当まさにスルーパスだね、明らかに平和ですから、うん、日本人の佇まいは日本人向けのもあるもんね、だから何人かでこう、うん、要はグルになって日本人の優しさにつけ込んで役割分担しててとか、あとフランス行った時には地下鉄乗った時には子供に気をつけろって言われた。とにかくちっちゃい子、あ可愛いねなんて思ってニカニカなんてしてたらもう気づいたら後ろのねカバン開けられてみたいな、子
子供がそんなことするはずがないなんて思ってたらもう痛い目合うってフランスで言われたんで、も子供がいたら騙されないぞってこう子供じゃなくて全員的だと思っていかないとまあだから油断しちゃいけないってことだよね、うん、だからねそこだけね本当に皆さんね気をつけていただければと思います。はい。